土浦城、土浦城は、日立国にいはり現、茨城県土浦市にあった、日本の城。室町時代に築かれ、江戸時代に段階的に増改築されて、形を整えた。幅の広い二重の堀で守る平城である。天守は作られなかった。太鼓櫓門が現存し、東西二箇所の櫓が復元されている。土浦はたびたび水害にあっているが、 その際にも水没することがなく、水に浮かぶ亀の甲羅のように見えたことから、非常の異名を持つ。茨城県指定史跡第1号。平安時代、天行年間、938年から947年に、平野正門が砦を築いたという伝説があるが、文献上を確かなのは、室町時代、永響年間、1429年から1441年、 二、北地守護、八田地下の後衛、後族の織田氏に属する、若泉、今泉三郎が築城したのが最初である。戦国時代に入り、永正十三年、千五百十六年、若泉五郎左衛門が、城主の時、織田氏の武将、菅谷勝貞によって、城は奪われ、一時、篠田藩邸が城主を務め、後に、菅谷勝貞の居城となる。しかし、お田氏は、 上杉、佐竹勢に徐々に圧迫され、小田氏治は、小田城を逃れて、土浦城に入った。その後、たびたび、小田城を奪回するが、A62 年、1569年の手謝坂の戦いで、真壁軍に大敗して、勢力を失い、元気元年、1570年以降は、佐竹氏の攻撃を直受けるようになり、菅山笹田、の政親子も、 主君お田氏を補佐したが、天正十三年、1583年、ついに、織田氏治は、佐竹氏の軍門に降る。天正十八年、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の際に、菅谷則政は、御法上氏と結んだため、佐竹氏や徳川家康の軍勢に攻められ、主君お田氏と共に滅亡した。関東に入った徳川家康は、 土浦を次男で、結城市に養子入りした結城秀康に与え、土浦町を領内の市場とする。秀康が越前国北野省に移ると、藤井松平家の松平新一が三万5千石で入法した。その後、松平新吉の第に五千石の活動を受ける。現那三年、六百十七年、新吉が上野国高崎に天保となって、 西尾忠長が2万国で入法した。以後、城主は西尾家、旧木家と変わり、漢文九年、1669年、土屋数字家が4万5千国で入法した。土屋家は天羅二年、1 6十2年、この正直の時、天羅二年、1 6十2年、年駿河国田中に移ったが、変わって城主となった。 大河内松平家の松平信沖が5年後の状況を4年、1687年に、大阪城代に転ずると、土屋正直が再び6万5千国で入宝した。その後、三度の加増を受けて9万5千国となり、日立国では、水戸藩に次いで大きな領地を支配し、以後土屋家が11代、約200年間世襲して、明治維新に至った。平安時代。 天行年間、938年から947年に、平野正門が砦を築いたという伝説があるが、文献上確かではない。文献上確かなのは、室町時代、永響年間、1429年から1441年に、日立守護、八田地下の公営、皇族のお田市に属する、若泉三郎が築いたのが初めてである。 英正13年、1516年に、小田氏の武将、菅谷勝貞が、若泉五郎右衛門を滅ぼし、その家臣、菅谷坊、または、篠田藩邸が城に入った。あと、菅谷氏が、勝貞、清帝、の政の三代にわたって、土浦町を守った。戦国時代に、佐竹氏が勢力を広げると、佐竹によって、本拠の小田城を追われた、小田森寺が入城した。 戦国時代が終わると、土浦は有城城の有城秀康のものになり、小田氏はその家臣になった。代わって、高谷村博が城代を務める。慶長六年1601年に、秀康が越前国に天法になると、藤井松平氏の松平信一が土浦城に入った。信一とこの新吉が現在の城のおよその形を作ったと考えられている。 昭和61年、1986年の発掘調査で、戦国時代に本丸で大きな火災があったことが判明した。対応する文献が発見されていないので時期や原因を知ることは今のところできない。現那3年、1617年に松平新吉が上野国の高崎に転じると土浦には西尾忠長が入った。 忠長の子忠だてるは、元那六年、1620年から7年かけて、西矢倉と東矢倉を作らせ、元那8年、1622年には、本丸の正門を矢倉門に改めた。これにより本丸は、水堀と柵付きの土塁、三つの矢倉で守られるようになった。慶安2年、1649年に、西尾忠だてるは、駿河国の田中に移った。 かわって、くつきたねつなが上主となり、明暦2年、1656年にヤグラモンを、現在ある形の太鼓ヤグラモンに改築した。万寿元年、1658年に、英子と炎章層を建造した。万寿元年、カラメテモン、門を瓦吹きにした。くつきたねまさの代に、土類上の塀をすべて瓦吹きに改めた。漢文9年。 1669年に土屋数字化が入った。土屋家は元来武田家の家臣で、武田家の滅亡後家康に仕え、数字化の第二大名になった。皇術の松平信置の時代を除いて、これ以後江戸時代を通じて、土浦町の主は土屋家であった。遠方6年、1678年に二の丸に米倉が建てられた。 松平信興時代の上京二年、1684年には、大改修が実施され、松平家臣、山本勘助、四代、晴方が武行を務めた。勘女晴方は、戦国期の会、武田家の家臣山本勘助、勘助の子孫で、大手口、唐目手口は、武田流の追記術により不信している。天那二年。 1682年から上京4年、1687年、までは松平信興が上手であった。信興は上京2年、1685年に兵庫口と不箱を作り、門を建てた。また、本丸の霞門を改築し、翌年にかけて水戸口のここを改良して二重丸、舞出しこことした。廃藩地検の2年後、1873年、 明治六年一月に大城館プレイ第八十四号で土浦城は廃止された。本丸御殿は新張県の県庁、後に新張軍の軍役所として使われた。本丸の他の建造物も,もほとんど残されたが、土塁上の兵は取り壊された。二の丸以下の建物は戸丸御殿を除き取り壊され、堀が埋められた。百八十四年。 明治17年に火災で本丸御殿が失われた。この時損傷した本丸東矢倉と首領が撤去された。11月に軍役所の建物が御殿跡に建てられた。1899年明治32年に本丸と二の丸南側が騎乗公園になった。1949年昭和24年 危機台風の被害を受けた西矢グラは、1950年、昭和25年、復元するという条件付きで解体された。解体時の復元予定は長く実現しなかったが、1992年、平成4年に保管されていた部材を用いて、復元された。1998年、平成10年には、東矢グラが、 土浦市立博物館の付属展示館として復元された。2011年、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の影響を受け、太鼓倉門、東矢倉西矢倉とすべての建造物が破損した。特に東矢倉西矢倉は白壁の欠落などを大きく破損し、 東矢倉展示館も閉館を余儀なくされた。2012年、平成24年6月22日までに、矢倉門、東矢倉、西矢倉、土米などの修復工事が終了。同30日から順次、一般公開が再開された。2017年、平成29年4月6日、俗日本百名城、113番に選定された。 江戸時代に完成した土浦町は、霞ヶ浦近くの低地に位置し、水を何重にも巡らせた平城である。本丸はやや東西に長い長方形である。周囲に水をたたえた堀を巡らせ、堀に接す,する内側に土塁を巡らせ、土塁の上に塀を建てた。出入りには南に2階建ての太鼓櫓門、北東に霞門を設けた。東西に櫓を築いた。 土塁上部までの規模は、約九十五メートル、約五十五メートル。土塁時期まで含めた規模は、百一メートル、六十四メートル。水堀まで含めると、約百十八八十二メートルである。ただし、かつて防衛のため屈曲していた、堀、土塁線は現在では、直線となっている。江戸時代には、本丸五点、西矢倉、東矢倉,矢倉門、霞門、 首老等の施設があった。現在も存在する建造物は、櫓門、県指定文化財とか住門、市指定文化財があり、茨城県で唯一、江戸時代からの現存建物以降の存在する城となっている。櫓門は、かつて鳩の糞が屋根に積もりすぎて、傾いていたという、変わった経歴を持つ。また西矢、西倉東矢倉が復元されている。 明治に入り、本丸御殿は、軍役所として使用されていたが、火災により消失。その後も本丸は、軍役所の敷地として使われていたが、1926年、昭和元年に、軍役所が廃止となり、1932年、昭和七年に建物を移築した。移築後、本丸は整地されて、広場になった。東南側には、米蔵や、馬屋、南西側には、 きり門や馬場、北西側には、兵庫門や、武具堂、北東側の亀一角には、長屋や盾倉、稲荷などがあった。明治維新後に、これらの建物は取り壊しや払い下げにより姿を消した。東南側、南西側は1899年、明治32年に、騎乗公園となり、北西側には、憲兵隊土浦支所とその馬屋が建った。 戦後憲兵隊土浦支所には土浦市郷土資料館が入り、1988年昭和63年には土浦市立博物館が建てられた。二の門があったところには、旧前川口門が移築されている。二の丸土浦市立博物館の敷地との間に堀があるが、これは後に作られたもので、江戸時代には存在しなかった。西側の本丸寄りには、 ミニ動物園として、ニホンザルが二匹、オスの両太タとメスの墨で飼われている。本丸の北西側の角が、三の丸で、間角とも呼ばれた。炎、肖像が設置された時期もあるが、空間地として利用が主であった。国道や都市計画道路の整備により、王子の地形をほとんど止めていない。辰巳ミ角の一部で、十七世紀後半に作られた。とまる御殿が置かれ、 明治維新後は、新張軍裁判所として使われた。1905年、明治38年に放火によって、泊まる御殿は消失し、その他はすべて廃城の時に取り壊されて亡くなり、王子を忍ばせるものはない。現在は、水戸地方裁判所土浦支部となっている。なお、泊まる前の道は、市の歴史の象形整備事業によって、集計整備及び、泊まる通りの命名がされている。 反抗育文館の正門が土浦市立土浦第一中学校に現存している。他に一区現存するものは全て個人所有であるが、つくば市向きには捨て奥五天赤門が土浦市上坂田には捨て西門の一部が土浦式だあまりにはどこの城門か明らかではないが、高麗門形式門が現存している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。